こんにちは、整体肉業サイドのヨです。本日もドラマをご覧いただきありがとうございます。今日も痛みは不調でお悩みの方に改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。今日はですね、腰痛と膝の痛みが、改善してきてですね、また痛くならない体にする、また腰痛になったりまた膝が痛くなったりしない、そういう体質を作るための体の使い方についてお伝えしたいと思います。でこの動画を見ていただきますと、まあ、腰痛、あと膝の痛みですね、これが改善もしますし、改善したけども、まあ、たくさん歩いたりとか腰に負担かけるようなことをするとまた腰痛や膝痛くなったりしてしまうと。そうならないためにはどうしていったらいいのか、そうならない体質、そうならない体の癖がない状態にしていくにはどういう体を使い方すればいいのかということについてお伝えしますので、これを手に入れていただいたらですね、今までよりも腰が痛くなりにくくなりますし、膝が痛くなりにくい、そういう体へと変化していくことができます。ではどういう体の使い方が腰痛や膝の痛みに、またなったりしないかと言いますとですね、一言で言いますと遠心性の体使いということになります。漢字で書きますと遠心性と書きます。遠心性ですね。でこれと反対の言葉が求心性という言葉になります。でこちら遠心性になっていくと腰痛や膝の痛みにならない、そういう体勢と変化していきます。でも逆に求心性という体の使い方をしていますと、いつまでたってもまた腰痛になったり膝の痛みが目になってしまう、それのように悩まされてしまうということになる、わけなんです。ですから私たちは遠心性の体の使い方を身につけていくといいわけなんですけども、では遠心性とは何かと言いますと、これは中心から遠くへ行くという体の使い方になります。体の中心部から遠くへ向かって、行う体の使い方、そういう体、遠くへ向かうような、中心から遠くへ向かうような体の使い方をするということになります。で、求心性というのは中心に、求めるという字を書きますように、末端から中心へ向かっての体の使い方になります。で、これはどういうふうに、この遠心性の体づけ、中心から遠ざけるような体の使い方を身につけていけばいいかといいますと、腰痛とまず膝の痛みの人は股関節といいまして、足の付け根ですね、この骨組んでいうと、このちょうどこの足の付け根、ここですね、股関節という部分なんですけど、この足の付け根、ここがですね、だいぶ、ここを詰まらせるような、ここを縮めるような体の使い方、要は、足ですね、足を中心にこう中心へ向かってこういうふうに持っていくような求心性の体の使い方をしています。で逆にですね、この股関節を、体からこう遠ざけるような、こういう体の使い方を身につけていかれると遠心性が身につきまして、腰痛や、膝の痛みですねになりにくくなっていきます。ですので、まあ、本土の人はですね、腰痛とか膝の痛みになってしまうような人は、こっちの求心性といって足をですね中心部に寄せる、こういう動きがすごく得意ですし、知らず知らずのうちに、例えば座っている時とか歩いている時とか、何か前のものを取る時、そういう時につい末端部ですね、末端部を中心に向かわせるような、求心性の体の使い方をしています。でも逆にですね、腰痛になったり膝痛になったりしない人、同じように動いてたり歩いてたり前に物を取ったりしてもならない人というのは、この中心部を体にこう近づく、中心部を、じゃなかった、遠い部、中心を遠くにですから、中心部を体の遠くに向かわせるような、中心部を体の遠くに向かわせるような体の使い方をしています。そうしますと腰痛や膝痛にならないということになってくるわけです。ですからまずこういうことをし
知っていただいて、まず知識として知っていただくということがまず大事で、ではどうしたらこの急進性の体使いから遠進性になっていけるのかということについて、ちょっと次回以降ですね、その具体的な方法ですね、エクササイズ、体操法、トレーニングをお伝えしたいと思いますので、気になる方はチャンネル登録してください。次回、明日届けたいと思いますので、楽しみにしていてください。ということで、今日は腰痛や膝痛にまたならない、そういう体質になるための方法として、遠心性の体使い、体の使い方を身につけましょうということでお伝えしました。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。